あれ？続きが。ないぞ。何の続きがないんだ？今見ていたアニメの続きよ。ああ、そのアニメなら打ち切られたぞ。なんでだ？意外と打ち切られるアニメって多いんだぜ。そうなの？いろんな理由があるんだよな。どんな理由があるのかしら？じゃあ今回は打ち切られたアニメを紹介しつつ、打ち切られた理由も紹介していこう。どんなアニメと理由があるのかしら？それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、金色のガッシュベル。まず最初に紹介するのは、金色のガッシュベルだ。ガッシュ、有名よね。でも見たことなかったわ。ガッシュは週刊少年サンデーにて2001年から2008年まで連載されていた作品で、2003年に金色のガッシュベルとしてアニメ化されたぜ。人間界に送り込まれた魔物の子、ガッシュが、魔界の王様になるために襲いかかるライバルたちと、激しいバトルを繰り広げていく物語だな。しっかりと人気な漫画作品よね。そんな作品なのにアニメは打ち切られたの？ああ、実はガッシュベル自体の人気がだんだんと落ちてきてしまっていて、アニメ後半は、視聴率が低下してしまっていたらしい。そんな中作者が右腕を負傷していたということもあってアニメが原作に追いついてしまうんだ。ふむふむ、なるほどなるほど。そういった事情が重なりアニメガッシュベルは打ち切られることになってしまったってわけだ。それは結構不運な終わり方よね。その後はガッシュの枠は新作のデジモンに取られる形で幕を閉じるぞ。結局最後まではやらなかったんだ？ああ、ガッシュが王様になることはなくアニメは終了してしまうんだ。それは原作ファンからしたらかなり悲しいわね。どうやら人気が下がった理由に声優の変更が影響しているらしい。それこそ大人の理由ってやつよね。主人公の声優変更はさすがにまずかったってわけだな。特に元はあの大谷育恵さんだったということもあり、替えのきく声優じゃないこともかなり影響していそうだな。違和感がすごかったでしょうね。以上がガッシュの打ち切り理由だな。それじゃあ次の作品に行くぜ。2、メルヘンメド編。次に紹介する作品は、メルヘンメド編だ。キャラが可愛いわね。この作品はメディアミックス作品として2014年にプロジェクトが始動したぜ。その後、原作者が救世するなどかなりのトラブルがあったが、なんとか完成させ2017年にはプロジェクトの第一弾が完成し、小説版がリリースされたぜ。かなり作者が亡くなったのは痛かったでしょうね。でも完成させられたのは良かったわね。その後は、漫画版、アニメ版の順にリリースされていくぜ。ストーリーは、メド編という選ばれた少女が一流の魔法使いを目指して、魔法学園で勉強していく話だな。キャラも可愛いし人気出そうだけどね。ああ、原作の小説の方はかなりの人気を誇っているんだ。だが、アニメ版は10話をもって放送終了となる。なんで？クオリティがかなり低くて放送が延期になるんだ。だがそのまま、3月のクールが終了したことにより、放送延期で幕を閉じてしまったんだ。ここでも作画問題が、元の作品が良かっただけにかなり残念よね。だがその後に ATX にて残った2話分が放送されたようだ。それでも期待していたファンからすると少し残念な結果よね。だろうな、アニメがもっと良ければこの作品は、もっと有名になっていただろうぜ。もう少しで人気作だったのに、惜しい作品ね。気になった人は小説版を読んでみてくれよな。以上がメルヘンメド編の紹介だ。それじゃあ次の作品に行くぜ。3、スラムダンク。次の作品は、スラムダンクだな。出た。確かに一番大事なところをアニメでやっていなかったわね。スラムダンクはみんなも知っていると思うが井上雄彦先生による漫画作品で、1990年から96年まで少年ジャンプにて連載された超人気作だな。バスケブームを引き起こした作品でもあるのよね。ああ、そうだぜ。不良少年の主人公桜木が、バスケ部に入り、成長していくとともに、インターハイを目指していく物語だな。そんなスラムダンクだがインターハイ神奈川予選は全て書かれるが、夢の舞台であるインターハイ本戦は書かれることなくアニメが終了するぜ。そうなのよね。あれってなんでなのかしら？一つ目の理由は視聴率の低下だな。こんなに人気なのに？裏番組に筋肉番付というかなりの人気番組がやっていて、それの影響もあってスラムダンクを見る人が減ってしまったことが、大きな理由として挙げられるぜ。当時はサブスクとか録画とかもないだろうし、見逃したら結構きつそうだもんね。あとは原作の先行きが不明だったこともあるな。どうやら、編集者側は三王戦の後も連載を続けたかったらしいが、井上先生はそれに反対しそこで終わらせたかったらしい。そこで衝突があったのも大きな理由らしい。人気だもの、連載は続けさせたいでしょうね。だが2022年に上映された映画、The First Slam Dunk にて、三王戦が書かれることになる。あの映画はめっちゃ神だったわね。150億以上売り上げて、漫画の売り上げもかなり伸びたみたいだからな。サンディだったり、声優が変わったり不安はあったけど、見に行ってみたらそんなのを吹き飛ばすくらい面白い映画だったわ。まだ見ていない人はぜひ一度は見てほしいわね。スラムダンクを見ていない人は漫画版でもアニメ版でもどちらも面白いから、おすすめできるぜ。以上がスラムダンクの紹介だ。それじゃあ次の作品を見ていこう。
4、三つどもえ増量中。続いて紹介する作品は、三つどもえ増量中だ。へぇ、なんだか可愛いアニメじゃない。この作品はギャグ漫画が原作で週刊少年チャンピオンにて連載された作品だ。日本一似ていない三つ子丸い三つ葉、双葉、一葉が主人公で、その三人がメインとなるギャグ漫画だぜ。キャラも可愛いし、似ていない三つ子っていう設定も斬新でいいわね。だよな、今までにはあまりない設定だ。アニメは2010年に1期が放送され少し間を空けて2011年に2期が放送されたぜ。だがそんな本作品も8話という中途半端なところで、なんと終了してしまうんだ。8話は随分と早い終わりね。今回はなんでなのかしら？まあ仕方ない理由なんだが、売り上げ不振だな。やはりそうなのか。このアニメはどうやら放送開始前は2クールに分けて放送する予定だったらしい。だが、それを1期と2期に分けて放送することに決めたそうだ。なるほどね、工夫したのね。だが1期終了時点で売り上げは思った以上に伸びなかったんだ。その結果制作が終了していた8話まで放送されて、その後は打ち切りという形で終了することになったんだ。なるほどなるほど。仕方ないけど少し悲しい理由よね。特に作者からすると人気が出ずに打ち切りという結果はかなりショックだろうな。だが根強い人気はあって、少なくともコアなファンには愛されている作品だ。私もキャラが可愛いし見てみようかしら。以上が三つどもえ増量中の紹介だ。それじゃあ次の作品を見ていこう。5、ログホライズン。続いて紹介するのは、ログホライズンだな。あ、これ NHK でやっていたやつでしょ？そうだな、元はナロー系が原作で初のナロー系アニメとなるぜ。へぇ、今でこそナローっていっぱいあるけどこの作品が原点なのか。そんな本作品だが第3シリーズまで放送済みだぜ。え、3期までやっているってこと？それならかなり人気があるじゃない？人気はあるぜ。だがアニメが作られないのは根本的理由があるんだ。根本的理由？ああ、それは、原作が2018年で止まっているからなんだ。もう6年も前じゃない。そうなんだ。ちなみに救済理由は分かっていないぜ。どうしちゃったのかしら。なんで、打ち切りってよりかは原作がなぜか進まないことにより、そもそもアニメが作れないっていう話になっているんだ。なるほどね、確かにそれは仕方ないよね。ファンも多いだろうからぜひ再開してほしいとは思うが、詳しい理由は分からないしあまりこのことについては色々言うのはやめておくぜ。何か良くない理由かもしれないしね。原作は進んでいないが、アニメは3期まで見ることが可能だ。ナロー系が好きでまだ見ていないって人は、ぜひアニメを見てみてほしいぜ。見ている間に続きが始まるかもしれないしね。そうだな、ぜひ始まることを祈っておこう。以上がログホライズンの紹介だぜ。6、スキップビート。次に紹介するのは、スキップビートだ。お、少女漫画か。そうだぜ。この作品は白戦車の花と夢にて連載されていて現在も連載中だ。2002年からやっている作品だからかなり長い作品ではあるな。最近の漫画作品って結構早く終わるのが多いもんね。アニメは2008年に放送されたぜ。この作品は少女漫画だが復讐ものの話になっているな。少女漫画なのに？ああ、復讐するために芸能界入りを目指していく主人公のお話だ。それでここまで長期連載になっているのか。そんなスキップビートだが2008年のアニメ25話のみで、2期などの続編が来る気配がないんだよな。面白そうだけどなんでなのかしら？この作品に関しては正確な情報はないんだが、おそらくは円盤が売れなかったからだろうと考えられるぜ。またか、1期はかなり中途半端なところで終わり、これから盛り上がるって感じのところで終わるから、2期が来てもおかしくはないんだよな。だが10年以上放送されることはないことからも売れる見込みが立たないと考えられるな。やっぱりアニメも厳しい世界よね。これからも制作されることはないのかしら？多分これだけ期間が空いてしまうとかなり厳しいだろうな。今さら2期が始まったところで1期を見ていない人がほとんどだろうし、売れる見込みはないだろう。漫画を読んでいる原作ファンからするとかなり残念よね。そんな感じでスキップビートの打ち切り理由は以上だな。それじゃあ次の作品に行くぜ。7、鋼鉄城のカバネリ。次に紹介する作品は、鋼鉄城のカバネリだ。あ、これは聞いたことあるわ。この作品はウィットスタジオ制作のアニメ作品で、2016年にフジテレビのノイタミナ枠にて放送された作品だぜ。ウィットスタジオは作画も綺麗だしすごく好きだわ。進撃の巨人なんかが有名だよな。この作品の物語は噛んだ人間を歌物に変えるカバネに覆い尽くされた世界のお話で、主人公はカバネに噛まれるもののウイルスの侵食を止め、カバネリという理性を保った姿になるんだ。なんかゾンビみたいな感じかしら。そんな主人公がカバネと戦っていくのが大まかなあらすじとなるぜ。本作品は映画化もされていてそれなりの人気を誇っているが、完結はしていないぜ。映画をやるくらいなのに打ち切られたとされているの？一応最後の映画が上映されたのが2019年だから、もう5年も前のことになるんだよな。なるほど。
じゃあもしかしたら打ち切られたのかもしれないわね。それも可能性の一つだな。だがウィットスタジオは進撃の巨人の制作をマッパに任せたように、かなりアニメの制作が重なっていたのもこの5年間だったと思うんだぜ。だから少し落ち着いてきたらカバネリの制作もあるかもしれないから、まだ期待はできるかもしれないな。なるほどね。ファンも多いみたいだし、まだ続きがあるかもしれないわね。円盤の売り上げもそこそこだしパチスロでもかなり伸びているらしい。期待はできるかもな。アニメのパチスロってほんと人気よね。以上が鋼鉄城のカバネリの紹介だぜ。それじゃあ次の作品に行くぜ。8、ラディアン。次に紹介していくのは、ラディアンだ。聞いたことないアニメだわ。この作品はフランスの漫画作品が原作で、アニメは NHK によって放送されていた作品になっているぜ。フランスの作品で NHK ってかなり変わってるわね。結構珍しいよな。かっこいい魔法使いを目指す瀬戸が主人公の話で、空からやってくる怪物、ネメシスを倒すために、毎日魔法の特訓をしていたが、そんな時に街がネメシスに襲われてしまうんだ。瀬戸はネメシスを根絶するためにネメシスの巣であるラディアンを探す旅に出るんだ。よくある話だけど普通に面白そうね。ラディアンだが、現在第2シリーズまで放送されている作品だ。2期までやるってことはそれなりに人気なんじゃないの？それはそうなんだが、3期の発表がいつまでもないんだよな。それってまさか、もしかすると打ち切りの可能性もあるんじゃないかと考えているぜ。マジかよ。だって聞いたことないだろ？このアニメ。確かに、話題になったことも多分ないよね。そんな感じで人気がそんなに出ていないことが予想されているぜ。なるほどね。これに関しては予想だからもしかすると3期が来る可能性もあるぞ。断言はしないでおくぜ。好きな人もいるだろうから来たら嬉しいよね。以上がラディアンの紹介だ。ということで今回は打ち切られてしまったアニメを紹介してみたぜ。打ち切りには基本的に大人の事情が関わっていたわね。仕方ないと思うけどいざ打ち切られたら少し悲しいわよね。他にも打ち切られたアニメ作品を知っていればぜひコメント欄にて教えてほしいぜ。チャンネル登録や他の動画もぜひ見てもらえたら嬉しいです。それじゃあ今回はここまでだな。ご視聴ありがとうございました。